相手間違ってねえか。おめえさんの相手は俺だろうよ。おいや、相手間違ってのてめえだろ。誰の顔面にうんこ叩きつけてんだてめえは。間違ってねえよ。吸い込まれるようにまるでマイホームかのようにお前の顔面に帰って。この子はアイドルなんて夢を売るからじゃないんです。むしろ男の夢を破壊するために作られた悲しきジャンプヒロインだろ。すごい、何今の。黙ってたら好き勝手嫌がって。タカチン、しかしろタカチン。何があったんだタカチン。家に帰ったらエロ本全部燃やそう。何があった。こっちはくぐってきた刃の数が違えんだよ。あかん、銀時はもう限界や。バイアグラの効果切れてもうた。ちょっと待て。おつう、うかうかしてたら本当に壊れちゃうわね。頑張りなさい。誰ですか、私は。おつう、タカチ、中で何があったか教えてくれ。真っ白になった。俺が完全に真っ白になっちゃってるよ。家に帰ったら母さんに優しくしてみよう。上地雄介のいいところ探してみ。火はまだ消えちゃいねえよ、クソガキ。ここにこの俺の命の火が。心配すんな。何かあったら俺たちがお前らを必ず守るから。絶対あるよ。危ない奴が来たらすぐに来てよ。危ないのアイドルの方。はい次、はい次。待て待て待て、握手台っていうかただの花山香織の悪劇嫌いになってんだろうが。はい、どうも花子とダイヤモンド48です。じゃねえだろ。おつうはどこに行ったの。ただの花クソの塊になってんじゃないの。どこの花の穴から生まれてきたのよ。不祥事の責任を取ってあっちの方を坊主にしてきました。新メンバーのパチェです。プラコだ。それ私のハピタール。お前の言う通りさ、宇宙最強のアイドルにパッと出のアイドルが勝てるはずもねえ。だがこの